みんな大好きおなまる君コーナーさあ、このコーナーはギスラ町で突如生まれたキャラクターおなまる君をみんなと作っていくコーナーです。なにこれ、また説明すんの？もう長いもん。ちょっとみんな知ってるおなまる君。はい、まあね、そういうゆるキャラを作りましょうっていう話ですよ。うん、はい。まるくんのオーナーは何のオーナー？お腹のオーナー。あ、なるほど。まるはお腹がまるっとしているね。はい。ちなみに表記は、うん、まあカタカナでオーナー、漢字でまるですけれども、うん、まあカタカナでオーナー、うん、記号のまるでもいいの？ですかね。あ、そうなの？あ、ダメ。そうだ。なんで勝手に？ダメだった。おー、勝手にしちゃったけど、漢字のまるです。まあ、今後疎通取れてない今後いろいろとね、はい、なんかグッズ展開とかやっていきたいよね、しもちゃんみたいにっていう話です。そうですね、しもちゃんグッズ展開してないですからね。でもね、してないね。実現してあげたいんですよ、おなまる君は。はい、ちなみに現在募集している項目は、うん、おなまる君の休日の過ごし方。あー、なるほどね。なります。おなまる君は、うん、オーナーですから、仕事が、うん、しかもゴルフのね、そう、ゴルフ関係のオーナーですから、ちょっとずつ決まってた設定ね。社会人なんだね。社会人働いてんだよ、ちゃんと。働いてんだよ。その辺がやっぱしもちゃんと違いますよね。そうですね。で、前回までは確かお悩みとかを募集していたのかな、うん、そうだね。ま、主になんか穴に入りたいとかそんな感じです、うん、お悩みは。お悩みなんだっけ、もう忘れた。なんか病んでた。穴に入りたいって何？なんか恥ずかしくって穴に入りたいみたいな。うん、ああ、恥ずかしがり屋さんとか。恥ずかしがり屋さんとか。はいはい。そんなですね。趣味はまあ写生とか。うん。特技は皮むきとかって。そうですね。うん。はいはい、というわけでね、今回は、皆様に、休日の仕事過ごし方を募集しているということで、どんどん、ご紹介していきましょう。はい。ではまずこちらからいきたいと思います。異次元のエクスカリバーネーム。ほう。ああ、吸い込まれた。吸い込まれた。今。ブラックホールにさ、吸い込まれた。そんなニュースあったよね。あ、ニュースじゃないか。何？なんかそんな感じらしいよ。最近の？ブラックホールになんかヒューンって。何が吸い込まれたの？なんかが吸い込まれんだよ。そう。うん。気をつけましょう、みんなも。そう、みんなもね、穴には気をつけて。はい。はい。スターブライトインフォメーションくんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。マリーナセポン、こんばんは、ワイファイ。ワイファイ。ワイファイ。おなまるくんの休日の過ごし方を考えました。うん。朝起きたら、神に祈祷するのはどうでしょうか。オラシオンならぬ、オナシオンとも言えます。言えばますがって何ですか？言えますが、痩せますようにと神頼みをするのは普通だと思います。神に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 。え、神に？神にです。神に祈祷するんですか？うん、なんか、どんな感じですか、それ。お守り的な感じで、こう、神に書くのかなと思って。あ、神にね。はい。なんて。髪に何、何、うん、なんだっけ、痩せますようにって。あ、痩せますように、うんうん、っていうのが、うん、まあ、その、おなまるくんの願い事だとして、そういうのをね、うん、休みの度に、お祈りをしているのではないかと。なるほど。うん。うん、どうします？うん、ちょっと、保留。保留だって、いや、いいと思うんですけどね。髪にね。うん。髪に祈祷している。うん、なるほど。うん、いいじゃないですか。ちょっと保留。はい。続きまして、カチンコチンエクスカリバーネーム！ゴッドゥーザ様さんからいただきます。硬そう。おなまるくんの休日の過ごし方は、日々、写生をして疲れている体を、うん、写生ですよ、趣味の、ね、絵をね、絵を描くやつです。はいはいはい、風景とか、うん。疲れている体を、ヨガをしてリフレッシュすることです。おなまるくんも、やはり疲れは溜まるようで、すっきりするために、よがります。そして、おなまるくんの一週間が始まるのです。よがじゃんじゃん。ゆよがるって言う？まあほら、何する、お茶するみたいな。お茶るって言わないでしょ、うん、お茶るかみたいな。お茶るって言わないでしょ、現代っ子なんですよ、ゴッドゥーザ様はね。何でも略しちゃう。そう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 。よがる以外に何、ピラティスだったらピラルなの。ピラル？ピラル？ピラル？うん。ピザ食べに行く。ピザル？ピザル？あ、ピザルはなんかまだね。うん。まだなんか、そういうことですよ。うん、ヨガだから、ヨガる。ヨガる。最近ヨガってんだよね、俺。毎日。そう、ね、ヨガってすっきりっつって。ああ、汗を流してね。うん、そうですよ、うん。やったことあるヨガ。あるある。どうホットヨガ的なやつでしょ。おーおーおー、うん、合わなかった。あ、合わないとかあるの？わかんないけど、なんか。何、どういうこと合わないってどういう症状が出るの？なんか、息苦しくて。
具合が悪くなったから。具合悪くなっちゃったんだ。もう途中でなんか貧血みたいな感じになり。やりすぎ注意。やりすぎ注意か、あれ、うん。そんななんかでも、初めての一回で、そんな感じになったから、もういいやみたいな。体調悪かったんじゃないの？そうかもね。疲れが溜まりすぎてたのかな。まあ、それか、やっぱりそういうデトックスとかね、そういう効果もあると思うから、うんうん、まあなんかもう、いろんなものが一気に出ていって、うん、井上くんじゃなくなったから。あ、もうあの瞬間に私は私でなくなったの、ね、そうそうそう。汚い部分が出てたの。え、それに体がついていけなかったの。こんな綺麗な自分無理だわっつって。そうそうそう。あ、可能性あるな。すみません。というわけでこれどうしますか？ヨガ、ヨガあるのどうですか？これはいいんじゃないですかね。あ、いいですね。採用でーす。ヨガあるんですね。ヨガってください。みんなもね。はい。はい、続いて。18年目突入エクスカリバーネーム。お猿くんからいただいております。18歳だということですね。そういうことか。いやー、18歳かー。マニーナーサポンこんばん、おなまるー。おなまるー。どうもどうも。おなまるくんの休日の過ごし方ですが、うん、おなまるくんは休日を抜いて過ごしています。ゆるキャラとしての仕事だけではなく、うん、オーナーとしての仕事もあるおなまるくんは毎日大忙し、うん。数少ない休日は全身の力を抜いてゆっくり休んでいるというのはどうでしょうか。他にもね、抜くあったよ。あったの、うん、なんででしょうね。こちらにも、あ、こちらにもね、抜く絡み一本いいでしょうか。ちょっと連続で抜いてみましょうか。よろしい、続いてみましょうか。はい。ラジオネーム、癒しの助曲さんからいただきました。ありがとうございます。ね、うん。井上まりなさん、下田あさみさん、こんばんは、ワイファイ、ワイファイ。おなまるくんが休みの日に行うことは、草抜きです。うん。自身がオーナーを務める、長屋の庭に生えた雑草を一日中抜いているらしいです。作業としては、ぼうぼうに生い茂った雑草の中から、ぶっとく生えた一本を根元からしっかりと握り、力を込めて、一気に。抜いているそうです。なんでこんな痛そうなんだろう。そうでしょうね。っていう、ね、まあ、これも抜くだったんですけど、あの、意味が違うよね。NG にした藤くんのメールも抜くでしたよ。なそのさじ加減の差はどの辺にあるんだ。ちょっとね、なんつってたから、藤くんはなんか、とか言ってたけど。藤くん。なんか難しい。読まれないけどいじられるっていうね。よかったね、それはそれでね。まあ、そのわけで。あ、確かにこれはね。うん。これなんか邪悪な気配を感じますよ。そのメールから漂ってるでしょ？うん。というわけで、じゃあ何かしかを抜くということでよろしいですか？そうですね。でも、うん、その草抜きっていうのは、休みの日に働いてるじゃない？あ、そうですね。そちらは気を抜くですもんね。そうそう、全然意味が違うんだよね。確かに。どちらがより、抜くという言葉にふさわしいのか。でも、まあ、草を抜くっていうのはいいですね。でも、気を抜くっていうのもいいですよ。いや。なんかいつもさ、おなまるくんってそもそもゆるキャラなんだから気を抜いててほしいなと思わない？確かに。普段から、ね。ゆるーっとしててほしいじゃない？確かに。そう。普段からそんな頑張んないのかな？うん。休日ぐらい頑張るって意味で、なるほど。草抜きでもいいんじゃないですか？じゃあ、この、生えた草を抜いていただくということで。はい。草抜き！よし！はーい。じゃあ続いてこちら。石川県ミジンコ級エクスカリバーネーム。うん、アドレナリンコくんからいただいております。うんうん、マリーお姉さん、サミお姉さん、こんばんは、ワイファイ。ワイファイ。ワイファイ。おなまるくんの休日の過ごし方は、うん、息子いじりです。息子いんの？そうみたいですね。息子いんの？おなまるくんは優しいので、毎週休みは自宅で息子をいじっています。時に優しく、時に激しく、息子をいじっています。マジか、息子いんのか、パパだったか。パパだって、そんな設定あったっけ？なかったわ、今、それ、重要な設定よ。女の子の友達、ちくまるちゃんとはどういう関係なのっていうね。嫁だったのかな、ちくまる。ちくまるちゃんいるのにね。それともただのガールフレンドなの？なんなの？なんなの？ちくまるちゃんを都合のいい関係なの？ちょっとーなんなのじゃん、本当の妻の名前はなんなのちくまるちゃんがただの友達なんだとしたら。友達だとしたらね。いや、非常にこれ重要なポイントですよ。そうよね。うん。他に、息子に例えられるものとかありますか？こらー他に例えられるもの。まあ、実際じゃあ子供じゃないとしたらですよ。うん、その息子が。息子でいいんじゃんまあね。でもそうすると設定にいろんな問題が生まれる、まあ。穴だらけですよね、ほんとね。これは。設定重要ですよ。やっぱり息子っていうぐらいですから可愛いんでしょうね、相当ね。まあ、息子に例えるぐらいですから、
だってきっとね、自分の息子っていうのは目に入れても痛くないと思うんです。皆さんどうですか？全国の息子持ちの皆さん、目に入れても痛くないでしょ、息子。ここにいる人誰もいないからな。誰もいないからね。そうですよね。ですから目に入れても痛くないもの。ほう。ということで、あ、目薬。おいおい、ちょっと、プロデューサー笑ってねえぞ。いますか？ちゃうか。時に激しく入れるってことですか？そう。連続で、ピピピピピピよー溢れるわーっつって。そう。優しくはもうそっと。うん、どっち派？ソフトか。ソフト派ハードか。なんかさ、あるじゃん。一気にさ、うん、もうびちょびちょにして、バッて入れるやつもあるし。あー、あるね。あとほら、普通にさ、うん、あの、クール感とかさ。あー、スーってするやつ。それがハードってことじゃないですか？あー、時に激しく息子いじ、繋がったね。繋がったね。繋がった。ソフトでもハードでもってこと。あ、目薬か。目薬か。あ、じゃあ、急にさ、目薬を入れていると。ということ、ということですね。そういうことで、じゃあ、息子を採用。はい。紛らわしい書き方しちゃってね、もう。ね、困るわ、こういうの。じゃあ、続きまして。うん。5月用エクスカリバーネーム。星空のガーディアン伯爵さんからいただきました。ちょっと元気ない感じでしたね。井上さん、下田さん、こんばんは、Wi-Fi。こんばんは、はい。おなまるくんは、うん、休日は、おな中の友達とよく遊ぶそうです。おな中。同じ中学？そういうことですね。おー。多分ね。うんうん。多分ね。うん。多分だよ。もしくは？ちょっと、続き読んでもいいですか？どうぞ。あ、まだ先ある、まだ先あるんで、うん。よく遊ぶそうです。はい。先日は、大名行列ごっこをしたそうで、その時に、おなまるくんのおなーりーと言われ、うん、大満足だったようです。だって。大名行列ごっこある経験。ないですね。ないよね。何ですか大名行列ごっこってそもそも。ねえ。こう、ザーッと急に並んで、うん、こう真ん中を通るみたいなことですか大名行列って。その真ん中を通る人ってこと？あ、中を通りたいと。今恥ずかしがり屋だからさ、ああ、ねえ。はい。うん。中を通りたい。まあ、恥ずかしがり屋で、ちょっと考えにくいかなとは思うんですよね。なるほど。じゃあ、今回の、これは、うん。ちょっとなんか、キャラ性と。ああ、合わないかな。ってことで、じゃあ、不採用で！採用！